奥谷博士は日本の洋画家。君党は文化勲章。日本芸術院会員、文化功労者。愛知県立芸術大学美術学部講師、愛知県立芸術大学美術学部助教授、東京芸術大学美術学部客員教授などを歴任した。高知県出身の洋画家である。独立美術協会に所属し、神奈川県三浦郡葉山町に居住している。 愛知県立芸術大学では講師を経て助教授を務め、東京芸術大学では客員教授を務めるなど、後進の育成にも力を注いだ。1996年には日本芸術院の会員に選出されている。2007年には文化功労者として検証された。2017年には文化勲章を受賞した。 1934年、高知県旗郡宿茂町に生まれる。1955年、東京芸術大学美術学部油絵科に入学し、1959年、卒業する。1963年、東京芸術大学美術学部専攻科を修了、大橋賞を受賞する。この間、油絵科4年に進級して、林武氏に指示するとともに、 専攻過進学後も、林武史教室に席を置く。九百六十六年四月には、伊藤すだれ教授の推挙により開学したばかりの、愛知県立芸術大学美術学部の専任講師になる。また十月には、独立美術協会の会員となる。九百六十七年には、文部省が創設した芸術家在外研修制度による第一回在外研修員として、 フランスに一年間留学する。1969年4月に愛知県立芸術大学助教授となるが、翌年3月に退職して創作活動に邁進する。1971年5月に再び突出し、1973年11月、帰国する。2001年4月に東京芸術大学美術学部客員教授となる。 2007年1月には、つくも市名誉市民となる。洋画家で、独立美術協会会員の奥谷大地は、奥谷博士の長男である。ありがとうございます。